宇治大納言物語は平安時代の説話集、11世紀成立とされる。弊社は宇治周囲物語所によれば源の高国とされる。根弱物語集、古本説話集の元になった説話集であると推定されるが、散逸して今に伝わらない。また、室町時代から江戸時代にかけて根弱物語集、宇治周囲物語と混同されたため、 金世の写本において、宇治大納言物語の名を冠す書も多い。名称は様々で、中外省には、大納言物語、七冠本、宝物集には、宇治大納言高国の物語、古今著文集所には、宇堅阿匠物語とある。宇堅は、宇治を指し、阿匠は大納言の統語であるため、この名はそのまま、宇治大納言物語を指す。散逸したため、 内容の詳細は不明である。宇治周囲物語序文によれば、インド、中国、日本の三国にわたる、様々な種類の説話を含み、14条からなるもので、あったという。一方、七大事巡礼式、中外省、日本使名省などの書書に見える中期や一文によると、その説話は、仏教、世俗の両方にわたり、霊言剣気築丹、貢献丹や、 世俗和仮説話などが存在したと推測される。また、単一説話の修正による雑賛形式ではなかったかともされる。宇治大納言物語という名称は、後世説話集の反証として用いられ、後世説話文学への影響は非常に大きい。根昔物語集、古本説話集、宇治周囲物語などの平安初期から、 鎌倉末期にかけて成立した一連の説話集の有力なご体となったと考えられる。ありがとうございます。